ゼフィールはロシアで主に作られているマシュマロに似た柔らかい菓子である。ゼフィールは泡立てた果物やベリーのピューレに砂糖と卵白を合わせて作るが、さらにペクチンや寒天、ゼラチンのような増年安定剤を加えて作ることもある。ゼフィールは一般に旧ソビエト連邦に含まれていた国、地域において生産、販売されている。菓子の名前は、 ギリシアの西風の神ゼピュロスから取られているが、名前はふわふわとして柔らかい歌詞の外見から名付けられている。ゼフィールは、その柔らかさについては、マシュマロ、ドイツの諸国ス、イスラエルのクレンボといった歌詞と似た特徴を持っている。ゼフィールは同じくロシアの歌詞であるパスチラから派生した歌詞であるが、卵白から作る、包丁物質を加えている点が異なる。 この補助物質はメレンゲに似ているが、商業的に作成されるメレンゲとは違い、パリパリとしてはいない。通常、白もしくは、桃色をしている。チョコレートでコーティングされたゼフィールチョコレートでコーティングされたゼフィールも広く販売されている。チョコレートでコーティングされた他のマシュマロに似た菓子とは異なり、チョコレートでコーティングされたゼフィールの中には、ビスケット層は、 通常含まれていない。ありがとうございます。